過去13万年の気候変動ダンスガードオシュガーサイクルは最終表記に起こった急激な気候変動である。数十年間で最大摂取10度の急激な温暖化と急激な寒冷化を繰り返したことがおみリダンスガードとハンスオシュガーによってグリーンランドの表彰コアの研究により転唱された。このような短期的な急激な気候変動は ミランコビッチサイクルのような地球と太陽との位置関係による気候変動とは異なり、大西洋の海洋循環と関係する説が有力である。現在の気候システムでは、暖流であるメキシコ湾流がグリーンランド沖まで到達することによって、北米や北欧が比較的温暖な気候であるが、そのような暖流が停止すると、これらの地域は、 急速に寒冷化すると推測される。メキシコ湾流の停止は大規模な炭水の流入によって引き起こされることが提唱されており、北米に最終表記にあった老連帯の氷床が温暖化とともに減少するとき、その内陸部に巨大な炭水湖が形成されたとされている。この湖から大量に炭水が大西洋に流入し、それによって一時的に 北米や北欧を中心として急速に寒冷化したイベントがヤンガードリアスであるとされている。また、このヤンガードリアスはダンスガード・シュガー・サイクルの最後の寒冷化イベントであるという考え方がある。このような大量の炭水流入が繰り返し生じた原因としてさらに表彰の象徴が関係していると推測されている。例えば、表彰が成長すると それによって氷が厚くなり、底部が高圧になり、誘拐する。これにより、底部には液体が生じ、氷床は氷河として活動し、流氷を大量に大西洋に吐き出すことになる。その後、氷床の氷の厚さは薄くなり、それによって、底部の液体層はなくなり、氷河の活動は停止する。このようなサイクルは、ウェットベース。 ドライベース仮説として提唱されており、このようなサイクルがダンスガードシュガーサイクルの原動力であるとする考え方がある。また、ウェットベースの時、すなわち寒冷化している間流氷が大量に大西洋に放出された証拠として繰り返し堆積したサレキ層の存在がある。これは流氷の底部に存在していた岩くずであり、それらは 氷河として活動していた時の岩盤の削りカスである。このような岩屑が流氷が溶けるとともに海底にばらまかれ、それによって大西洋の広範囲に砂歴層が堆積したとされる。このような砂歴層によって示された寒冷化イベントは発見した人物名をとってハインリヒイベントと呼ばれており、現在 H1 から H6 まで確認されている。 このハインリッヒイベントはダンスガードシュガーサイクルの寒冷化イベントとほぼ符合することが知られている。ありがとうございます。